うことか。うわすごい熱い。こんなのよ。あぶねー。うわー。はい、インサート撮っちゃいます。これヒレですよね。うわー。うわー。ヒレステーキ。これは美味しいでしょう。泣いてんの？口直しや。直さなくてもいいんですよ。すごいね。いやー、美味しそう。こっちの石川県なのですごい大人気で、出店すれば大体完売できる。いやー。本当に牛丼じゃないですよ。何？牛丼ぶりです。うわこれ牛丼だもん。牛丼じゃねえ。早くしろこの野郎。2回目じゃないですか。あれ？こっち来てるわけじゃないですか。大島さん、これらの分は。不本が不本待ってるじゃん。違う違う。ちゃんと左手にはちゃんと指輪してるんですよ。女の部分があるんですよ。そして7月30日火曜日ゴールデンスペシャル第7弾、旅の舞台は鎌倉。ちょっと おしゃれなんじゃないですか。おしゃれだ。たまにはおしゃれに、普段とは一味違う女子旅気分を味わうはずが、魅力的なグルメに引き寄せられ、なんだかんだ食いまくるグルメ旅。もうすぐフードファイターだからプロ。ちょっとだけ幸せ気分になれる鎌倉グルメ旅、7月30日火曜日ゴールデンスペシャル第7弾。過酷かつ伝説となった盛岡を食い尽くす旅、食い尽くし旅史上大島本人が最も思い出に残る超絶グルメのお店が、明治17年創業直利庵、自慢のわんこそばは一口大に小分けされたそばを球児さんの掛け声に合わせていただく盛岡名物。3人は目標の一人100杯を食べられるのでしょうか。わー、来た来た来た、すごい、ありがとうございます。無理でしょ。無理だろう。はい、よいしょ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 。お腹びしょすげえな、やっぱり。はい、よいしょ。卵食べよう。吸引力は衰えてる。全然衰えてねえ。すごい。これがね、生まれてからずっと太ってる人の証ですよ。すごい。はい、よいしょ。わ、たくさん早い。すごいな、モンスター。早い。うめえ。大丈夫そうでございます。大丈夫でしょ。いちいち顔色を伺わなくても大丈夫ですよ。はい、こちらで60杯です。おー。はい、50? 60だ。すごい。女性は40ぐらいって書いてありましたよ。たまっちゃうのこれ。はい、じゃあ、はい、じゃあ、はい、どうぞ。はい、まだまだ。
って言うからね。はい、よいしょ。重いね。この後もお店あるわ。消費者団体もね。あ、大城も来てんだな。さすが来てますね。うん。喉入っていかないですよ、ね。入っていかない。何もちょっとドキュメント風の BGM 中華版だったらやばいよ。ちょっと、はい、塩辛、塩辛食べなし、塩辛。一旦落とせばいいんですね。はい、そうそう落とす。あ、伸びたり、はい、もう胃が今そばに入ってないってことだよね。今そば、あ、わかります。なんか胃が動いてるのわかりますね。今通ってるよ。失礼しました。いやでもゲップ一回ワンコ一杯だから、ね、そうだね。入っといて紙入ったらこっちらの名言。ゲップ一杯ワンコ伸び一回ワンコ三杯ワンコ一杯お腹一回言う。いいよ、じゃああんま無理しない方がいいよ、はい、そうですね。美味しいところでやめよう、これは。はい、こりゃそうだ。はい、ごちそうさまの時は蓋をしますよ。私まだ70だ。あと30じゃん。30と思って簡単か。絶対切ってやる、絶対切ってやる、絶対切ってやる。これは2軒目だよ。私も100杯行きたいです。全然わけが違うからね。私もみんなと一緒に泣きながらワンコそばの人いないよね。ところでなんだけど、はい、ところで何のためにこれやっぱり目指してる。その自分との戦いっていうのと、うん、森岡との約束。約束してたろ。約束してた。森岡との約束。食べるからね、行くからには食べるからねって森岡に言った。そっか。うん。もしあとどのぐらい？あともうちょっと。これでキュウリ。はい。すげえ。あと10杯。やっぱり。先に誰かが走ってるっていうのはね、やっぱり追いつきたくなるよ。よーし、ムーさん、ムーさん超えだ。ムーさん超え。青だこいつ。私もやっぱり。よし、あと8杯ね。1、2だから。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、よいしょ。すごいんだけど。すごいよ。はい、じゃんじゃん。はい、はい、どうぞ。はい、よいしょ。はい、はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、じゃんじゃん。いけるいけるいける、数えてあげるから何個、はい、今言ってっか。 ありがとうございます。川村さん、川村さん、はい、これとこれ食べたらあと10杯だけ。
いけるんだから。たかが10杯。はい。オッケー。いいよ、泣いてるし。ダメだよ、ゴールデンってダメだよ、こんなの。放送した。分かった分かった、そんなに本当に100いくんだったら、私の2杯があるから3人で300杯ですよ。分かった。いい2杯もらって。いい、それで。足も2杯食べてあげようか。いいよ。協力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 。マジマルさん来てたの。二度目の下が開いた。じゃあ。はいのっぽい。一緒。じゃあ。かっこいいな。勢いでやっちゃってっけど、はい、何杯、もう何杯ですか、はい、余裕で超えてるんで、超えております。あと7杯だったのに、超えちゃったよ。で今勢いで大島さんが残り食べてくれた勢いで4杯ぐらい食べれました。わー、ありがとうございます。7月30日火曜日、ゴールデンスペシャル第7弾、旅の舞台は鎌倉。ちょっと おしゃれなんじゃないですか。おしゃれだ。たまにはおしゃれ、普段とは一味違う女子旅気分を味わうはずが、魅力的なグルメに引き寄せられ、なんだかんだ食いまくるグルメ旅。ほんとにフードファイターだからちょっとだけ幸せ気分になれる鎌倉グルメ旅、7月30日火曜日、ゴールデンスペシャル第火曜日、ゴールデンスペシャル第7弾、旅の舞台は鎌倉。ちょっと おしゃれなんじゃないですか。おしゃれだ。たまにはおしゃれに、普段とは一味違う女子旅気分を味わうはずが、魅力的なグルメに引き寄せられ、なんだかんだ食いまくるグルメ旅。
お嬢さんついてます。この時フードファイターだからプロ。ちょっとだけ幸せ気分になれる鎌倉グルメ旅、7月30日火曜日ゴールデンスペシャル第7弾。過酷かつ伝説となった盛岡を食い尽くす旅、食い尽くし旅史上大島本人が最も思い出に残る超絶グルメのお店が、明治17年創業直里庵、自慢のわんこそばは一口大に小分けされたそばを球児さんの掛け声に合わせていただく盛岡名物。3人は目標の一人100杯を食べられるのでしょうか。わあ、来た来た来た、すごい、ありがとうございます。無理でしょ、無理だろう。はい、よいしょ、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 おいしい、はい、よいしょ、お腹見せろ、すげえな、やっぱり、はい、よいしょ、卵食べよう。吸引力は衰えてる、全然衰えてねえ、すごい、はい、よいしょ。これがね、生まれてからずっと太ってる人の、はい証ですよ。すごい。はい、よいしょ。早い。すごいな、モンスター。早い。うめえ。はい、どうぞ。でございます。うん。大丈夫ですか？あれ、いちいち顔色伺わなくても大丈夫ですよ。はい、こちらで60杯です。おお。はい。50。60だ。すごい。女性は40って書いてありましたよ。はい、じゃあ、じゃあ、じゃあ、はい、どうぞ。まだまだって言うからね。はい、よいしょ。すごいね。この後お店あるわ。少々だったのね。大島も来てんだな。さすが。来てますね。うん。喉入っていかないですよ。入っていかない。何もちょっとドキュメント風の BGM。 中途半だったらやばいよ。あ、ちょっと、はい、はい、塩辛食べな、塩辛。で、一旦で落とせばいいんですね。はい、そうそう、落とす。あ、伸びたり、はい、もう胃がわー、はい、来た来た来た、すごい、ありがとうございます。すごい、無理でしょ、無理だろう。はい、よいしょ、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 おいしい、はい、よいしょ。中身しろ、すげえな、やっぱり、はい、よいしょ。卵食べよう。吸引力は衰えてる、はい、全然衰えてねえ、すごい、はい、よいしょ。これがね、生まれてからずっと太ってる人の、はい、すごい、はい、よいしょ。ワッカリさん、早い、すごいな、モンスター、早い、うめえ、はい、じゃあ、そうでございます。うん、大丈夫、いちいち顔色伺わなくても大丈夫ですよ。はい、こちらで60杯です。おお、はい、50だ、すごい。女性書いてありましたよ。たまっちゃうのこれ。はい、じゃあ、はい、どうぞ。
火曜日ゴールデンスペシャル第7弾、旅の舞台は鎌倉。ちょっと おしゃれなんじゃないですか。たまにはおしゃれに、普段とは一味違う女子旅気分を味わうはずが、魅力的なグルメに引き寄せられ、なんだかんだ食いまくるグルメ旅。フードファイターだからプロ。ちょっとだけ幸せ気分になれる鎌倉グルメ旅、7月30日火曜日ゴールデンスペシャル第7弾。過酷かつ伝説となった盛岡を食い尽くす旅、食い尽くし旅史上大島本人が最も思い出に残る超絶グルメのお店が、明治17年創業直利庵、自慢のわんこそばは一口大に小分けされたそばを球児さんの掛け声に合わせていただく盛岡名物。3人は目標の一人100杯を食べられるのでしょうか。私まだ70だ、あと30じゃん。30と思ったら簡単か。絶対切ってやる、絶対切ってやる、絶対切ってやる。お願いします。2軒目だよ。大丈夫じゃん。大丈夫かい。私も100杯行きたいです。何が違うからね。私もみんなの一日100杯食べた。泣きながらワンコそばの人いないよね。ところでなんだけど、はい、ところで何のためにこれやっぱり目指してる。その自分との戦いっていうのと、うん、盛岡との約束。約束してたろ。約束してた。盛岡との約束。約束食べるからね、行くからには食べるからねって盛岡に言ったもん。そっか、うん、もしあのどのくらい行った、あともうちょっと、これで90、はい、すげえ。あと10杯やっぱり先に誰かが走ってるっていうのはね、やっぱり追いつきたくなるよ。よーし。ムーさん、ムーさん声だ。まだまだ。まだまだって言うからね。はい、よいしょ。すごいね。この後お店あるわ。少々だったもんね。ね、あ、大島も来てんだな。さすが。来てますね。うん。喉入っていかないですか。入っていかない。何もちょっとドキュメント風の BGM。ずっと半だったらやばいよ。塩辛食べな、塩辛。で一旦落とせばいいんですね。はい、今度落とす。あ、伸びたり。胃が今そばが入ってないってことだよね。今そば。あ、わかります。なんか胃が動いてるのわかりますね。今通ってるよ。失礼しました。いやでもゲップ1回ワンコ1杯だから。そうだね。入っててカミン入ったの今週のゲップ1回ワンコ1杯、飲み1回ワンコ3杯ワンコ1杯。きついな、きついって言っちゃった。そうだった。ちょっと今もきつい。
いいよ、じゃああんま無理しない方がいい、はい、そうですね、美味しいところでやめよ、これは。はい、かっこいい。これはそうだ。うわー、ちょっとパーティー、こういうことか。うわー、すごい熱い、こんなのよ。あね、危ねー。うわー、はい、インサート取っちゃいます。これヒレですよね。うわヒレステーキ、これは美味しいでしょう。泣いてんの？口直しや。直さなくてもいいんですよ。すごいね。いやー、美味しそう。こっちの石川県なのですごい大人気で、出店すれば大体完売できる。いやー、本当に牛丼じゃないですよ。何？牛丼ぶりです。うわー。これ牛丼ぶりだ、本当に。牛丼じゃねえ。早くしろ、この野郎。2回目じゃないですか、ね、これ。あれ？こっち大島さん、俺らの分は。ちゃんと左手にはちゃんと指輪してるんですよ。この女の部分があるんですよ。そして7月30日